とうございます。NHK 党立花孝志党首、昨日は大変申し訳ございませんでした。やっぱり立花さん、52、53でしたっけ？僕46なんですけど、やっぱりね、大先輩なのに、立花とか、高志とか、まあ高志は俺と同じ感じ、親孝行の孝に志すなんですけど、やっぱり大先輩ね、立花とか言うのはやっぱり、失礼ですね。本当申し訳ございませんでした。尊敬する立花大先生に、今後はしっかりと敬語使っていきたいと思います。改めて立花さん、申し訳ございませんでした。深くお詫び申し上げます。なんだかね、立花さん、俺の動画気にかけてくれてありがとうございます。立花さん、54万1000人、俺のチャンネルなんか3000人も行ってないですよ。なのにね、ライブ中におすすめで出てたとか言って、わざわざ電話してくれるとこなんか、やっぱり立花さんらしいから、面倒見がいいっていうかね、そういうキャラクターっていうのはね、大橋ないですから。だから大橋も嫉妬したんじゃないですかね。立花さんがね、現在 NHK 党党首として党を引っ張ってますけど、本当にいい方向、プラスの方向で働けば、立花さんみたいな人っていうのはやっぱり人集まるし、変な方向に行ってほしくないかな。今後も沢山隆史はね、 N 国をしっかりウォッチングします。そしてね、僕の活動であるネットリリアルへ、ネット依存症救う会としてね、活動を並行してまいりますが、いつかはね、立花さんと酒でも、あ、お酒やめたけど、なんか飯でも食いながらゆっくり語りたいですね。なんかね、いい方向に、プラスの方向に進んでいければなというふうに思ってますんで。皆さん、信号赤だ、信号赤だっちった。でも嬉しかったっすよ。2日連続、2回連続伝突ありがとうございました。ほんと、あとお願いがあるんですけど、参議院議員会館の出禁解除してもらっていいですか。それとツイッター俺ブロックされてるんで、ツイッター解除お願いします。それとあともう1点、やっぱりね、 NHK 党の支持が悪くなる原因はやっぱり頭の悪いカモフラチャンネルとか、あとマッシュ、あの辺ちょっとね、ぜぜひで物事を見れるように立花さんからも指導していただければなと、ね、皇帝だけみたいな、ね、そういう風潮彼らありますんで、あと不毛な、ね、リプライごっこ、マーシーなんかね、いいおっさんが、小太りのおっさんなんですけどね、効果大いましたけど、さあ、さあサインくださいみたいなさ、本当見た目ただのおっさん、小太りおっさんなんですけど、立花さんの、ね、方からぜぜひで物事を見るようにね、ということでご視聴いただければなというふうに思いますのでね、よろしくお願いします。それでは立花さん、八千代市議会議員選挙ね、今週選挙運動中になると思いますけど、候補者の方にもよろしくお伝えください、ね、少し流れをね変えないと、本当にあるのはある統一地方選挙、離党組が全員2期目、そしてしがみついてる連中が全員落選みたいなね、ことになりかねないので、立花さんがね、より良い方向に、プラスの方向に、ね、動いてもらって、そして来年春の都市長選挙を迎えてもらえればなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ということで、立花さん、
次からライブでもどこでもさん付け、ちゃん付けダメですか？ちゃん付け、ちゃん付けでもいいんですよね俺ね。立花ちゃんダメですかね？立花ちゃんできます、よろしくお願いします。